大和銀座ビルは、東京都中央区銀座6丁目にある建築物である。1963年、リッカーミシンの本社ビルとして竣工。ステンレス工の砲立てとグレーペンのガラスからなる、黒を基調としたファサードで、日本で初めて本格的なカーテンウォール構造が採用された。西側に開けた立地であり、西日を遮断し、かつ眺望を確保するため当時としては、 先進的なダブルスキン構造が取られている。設計は、鹿島建設の当時の副社長である、鹿島翔一で、本建築は1963年に日本建築学会賞を受賞している。本ビル北東に隣接して、1972年に別館が建設された。リッカーの経営破綻により、1989年以降は、大 AOMC ビルの名称で、 大英系のテナントビルとなる。この頃には、ダブルスキンの間のバルコニーイブに、空調の室外機が多数設置され、美観を損ねる状態となった。2002年、株式会社ダヴィンチアドバイザーズが運用するファンドが、本ビルを取得した。資産価値の向上にあたり、建て替えではなくリニューアルを選択。これには、完成後の建築基準法の改正による、容積率制限の変更のため、 建て替えでは、従前の延べ床面積を確保できないという理由があった。改装には、約1年半を要し、空調室外機の屋上への移設、筋替えを用いない、耐震補強、アスベストの除去とともに、地下の受電設備の屋上への移設により可視室面積の増加を図った。このリニューアル事業により、2005年に建築。 設備維持保全推進協会主催で有料な長寿命、建築物を評価するベルカ賞ロングライフ部門を受賞した。2010年には建物名称が現在の大和銀座ビルに改められた。2012年10月には三井住友銀行の建物環境認証、SMBC サステイナブルビルディング評価で8段階、中上位から3番目のゴールドの認証を取得した。 築30年以上の建物が金融機関の建物環境認証を取得するのは初のことである。ありがとうございます。